蒲郡市では7カ所の海岸で潮干狩りをすることができ、このうち竹島海岸はゴールデンウィーク期間中多い日で1日に5000人ほどが訪れます。今日も多くの親子連れなどがアサリを掘り出していました。めっちゃでかいよ。やばい、めっちゃ、まあ、今日が一番の潮干狩りにいい日なので、これに合わせて、まあ、1日1泊して遊んでから今日に備えてきたんですけど。蒲郡漁協竹島支所によりますと、今年は例年よりアサリは少ないということですが、身の詰まったアサリを育てることができたということです。竹島海岸の潮干狩りは今月26日までの予定です。